水晶、大きめの水晶をカットしていきたいと思います。今回はこちらですね、こちらの水晶を、綺麗な上のこの部分を残して、横ですねズバッといきたいと思います。これ大きいので気をつけながらやりたいと思います。それでは始めていきましょう。なんか危険ですよ、これは気をつけないと事故になります。こんな感じですね。これでまだ3分の1ですね。ちょっと向きを変えて、半分ぐらい行ったでしょうか。こっちから行きますか。よし、おっとちょっと角度がずれましたね。まあこっちはずれたけどこっちであって切れるでしょう。叩いても取れますかね。まあ、今回は切っちゃいましょう。で、よし、じゃあこれはもう最後にコンコンといきましょう。冷めていこうか。あ、取れた。意外と簡単に取れました。はい、完成です。切れました。はい、切れました。ありがとうございます。